さて北陸地方ですが、はい、この後雨寄りへと変化するところもありそうですね。そうですね、特に福井ですとか石川県内はすでに雨に変わっているところも多いですね、うん、こちら敦賀市の様子を見ても、はい、1回雪が積もった後に雨が降って随分と路面の状況が、ね、悪くなっているということがわかります、はい、強めの雨が降り続けていますとコメントをいただいたんですが、現在の気温などはどうなっているんでしょうか。はい、この時間の気温を見ていきますと、はい、北陸の西部のエリアですね、黄色いところがプラスの温度ですけれども、特に石川、福井というところがだいぶ気温が上がってきております、うん、福井は現在3度前後というところまで上がってきているような状況ですので、はい、まあ、ほとんど雪ではなく雨、もし雪になったとしてもほとんどみぞれといった状況になっていますね、はい、でこの後も雨や雪、降りやすい状況が続くんですけれども、気温はそれほど上がらずに雨寄りというところが多くなりそうです。この後の予想を見ていきましょう、はい、まだこの後午後にかけても雨雲雪雲というのが西から東へと通過していきますので、福井石川といった北陸の西部でも雨や雪の降るところ多くなります。この後もプラスの気温2度から3度ぐらいで経過しますので、ほぼ雨といったところ多くなりそうです、はい、反対にこの北陸の東部新潟などはこの後も気温の低い状況続きますので、さらに積雪が増えてこちらも別の意味で路面が悪化するということになります。いずれにしても足元には注意が必要な状況が続くと言えそうです、はい、この後も皆さん気をつけてお過ごしください。北陸のお天気お伝えいたしました。